名城公園宿泊所健康福祉局生活福祉部名城公園宿泊所は2004年5月に名古屋市が設置し2009年4月より社会福祉法人有林協会が管理運営しているホームレスのための一時宿泊施設公園等で生活するホームレスの健康回復及び自立に向けたの動機づけを行うためにホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に 基づき、名古屋市が2004年5月10日に、名城公園の正門脇の国有地にオープンした。住所は、名古屋市中区3の丸1丁目2の3。当初計画では5年で閉鎖する予定だったが、2008年のリーマンショックの影響により2014年3月末に、期限が延長された。跡地は、金社地横城の敷地として利用されることとなった。閉鎖後は、 市内2カ所の自立支援センターの拡充、支援内容の見直し、一般宿泊施設の借り上げによる緊急宿泊援護事業も引き続き行われる。2畳ほどの個室と夕食が無料で提供されるほか、生活相談や職業訓練も受けられるようになっている。1日5時間の軽い軽作業を行うことによって、1日3500円の配分金の支給を受けることもできる。 入所期間は最長で6ヶ月。定員は200人で、女性専用の部屋も用意されている。2014年1月末時点では1日平均50人の利用者があり、ホームレスの利用者ではなく、若者が2週間程度利用するケースが多いという。ありがとうございます。